んにちは。おもてなしのバスガイド田中志乃です。本日も呉です。私は今、歴史の見える丘にいます。こちらは軍港都市から平和産業都市としての道を歩んだ明治以降の呉の歴史が一望できる場所として1982年に完成しました。この丘からはかの有名な戦艦大和を建造したドックの裏屋根を眺めることができます。あちらです。その他こちらに戦艦大和の塔、そして、俳人正岡子規が来られてここで一句詠まれたという石碑も残ってます。歴史を感じますね。それでは本日は呉グルメの紹介です。田中志乃のおもてなしの発車、オーライ。到着です。こちらが元祖呉冷麺のお店、陳来軒さんです。おかしい、陳来軒さんです。陳来軒さんですなんかおかしい。呉冷麺は呉市発祥のご当地グルメで、平打ち麺に甘辛いスープが、特徴の麺料理です。ここは呉駅から徒歩15分の場所です。今日は雨ですし、お昼ご飯時間を少しずらしてきました。現在1時25分ですが、そんなことはお構いなしの大人気です。さあ楽しみです。並びたいと思います。いないサンプルが整ってます。トッピングはキュウリ、卵、チャーシューにエビ、かわいいエビが一つ出てます。麺は平打ち麺、スープは麺にかかるかかからないかぐらい入ってるのかな。ようやく斜めにしてようやく出てくる。さあ早速いただきましょう。いただきます。まず麺とスープが絡むようによく混ぜます。麺がピカピカ、大盛りが普通らしいですけど本当に大盛りここでよく混ぜまして、麺とスープを絡めさせといて、ここでいただきます。
黒酢をかけるとピリ辛さがマイルドになるそうです。これなんとなくの口の中でピリピリしてます。唐辛子を漬け込んだお酢でかけるとピリ辛さが増すそうです。かけすぎた感がある味わいでした、ね、お取り寄せもいいですが、やはり本場クレで召し上がっていただきたいですね。ぜひ次回クレにお越しの時にはこちらでクレ冷麺をお召し上がりください。それでは次回も皆様をおもてなしのバーイ。